皆様、こんにちは。宇宙語チャンネルのヤンガツです。今日はヘミシンクをね使った対外離脱についてね、話をしようかなと思います。あとはヘミシンクの危ない点とかそういうのもね、話していこうかなと思います。そもそもヘミシンクっていうのは、右と左で違う 周波数の音を聞くと脳内でその差分のねゆったりとした周波数の脳波ができてそれによってお坊さんとかでね瞑想している時にね出すシーター波って言われている脳波の形態ができてそれにより体外離脱ができるという原則をね使っております。 でまあそれの良い点としては誰でも簡単に誰でもってことないかな大体いい半分ぐらいかな僕のお客さんでいうと半分ぐらいの人はできますただその音源をね聞けばできる簡単に離脱ができるっていうことが、ね、ありますでなんだろう気をつけなきゃいけない点としては別に危険性とかそんなにないんだけどあ,のあくまでも対外離脱をして く世界っていうのは自分が作り上げた自分の意識が作り上げた四次元的な意識の世界仏教でいうところの意識界であり禅の世界でいうところのまあ魔境って言うんだけどね要は自分の想像、ね、する意識が勝手に作り上げた世界なんだけど。 それが自分が作ったって分からないでそこにずっと長く滞在何年も何年もそこから出れない人っていうのが非常に多いのね要は自分にとって心地よい世界なの自分が作り上げているからそこを気をつけなきゃいけないけどまあそれだけ気をつけていればもっと上の高次元も本当にあるし今はそこに行けるようになってきたのでそこにどんどん周波数上げていけばいいことだことだけだしあとはあの 何がいいかっていうとその三次元的な重い肉体のこの塊としてのね重たい肉体と四次元的なもっとそのライトボディの軽いね感じの違い空を飛んだりとか壁を抜けたりとかねそういう違いがあるんだけどそういうのを体感するのは非常に良いことですねこれから五次元以上の体になるともっともっと軽,軽やかになりますからなのでそういう自分があくまでも作り上げている 世界でそこにずっとはまると危険なので魔境、まあの世界であるっていうのだけ分かっていればまあ遊びながらやる分にはいいし面白いと思います。本日はヘミシンクを使って行う対外離脱について説明をしましたありがとうございました。